皆さん的に好きなカードどっちですか？好きなカードはこっちかな。本当に？うん。はい、どうも、クリスマス現象のリゾです。岡村です。桜です。そして、中田敦彦です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、本日は中田さんがプロデュースされたボードゲーム、ゼロをプレイしていこうと思います。ありがとうございます。2個ある。通常版と、はい、豪華版で。豪華版。はい。では、やっていきましょうか。はい、4人でやるのを、はい、まだ YouTube では上げたことがない。そうですよね。でも普段は結構4人でやってるんですよ。あ、そうなんですね。はい、いつかお伝えしたいなと思ったんで、ここでできるのでまさかうちのチャンネルの方で、はい、なぜここでルールは、シンプルでございます。はい、1人1枚ずつ配りますね、はい、で、手札が1枚、自分の番が来たら1枚引いて1枚使う、うん、どっちかを使うというのをずっとやってって、山札がなくなった時に全員の手札をオープンして、持っている数字が一番大きい人が優勝と。なるほど。いうルールでございます。今回は最初に2勝した人が優勝と。はい。っていうルールでやっていこうと思います。はい。いくぞ。はい、それではやっていきましょう。はい。では、お願いします。お願いします。まずは僕が引いて、うん。2にして、出しますと。そう、これね、手札が常に1枚っていうのが面白いね。そうですね。毎回2択なんですよね。そうなんですね。トータルでも18枚しかないですから。そうですね。ランプリだいぶ少ないです。ボードゲームにしてはかなり少ない方なんですが、うん、これがいろんなドラマになっていますよね。まずは5番の死神を使います、はい。死神の疫病は誰か1人選んで1枚引いてもらい、うん、その2枚のうちどれかを捨てさせる。うん、まあ、まずは福田さん。いや、なんかね、選ばれる気した。なんとなくこう座ってるから目が合う。じゃあ福田さん、お願いします。引いてください。で、2枚の中から混ぜると。まあでも序盤ですからね。序盤ですからね。うん、これ質問してもよくて、はい、嘘をついてもいいんです。そうですね、うん、ここで心理戦揺さぶりです。皆さん的に好きなカードどっちですか？好きなカードはこっちかな。本当に？うん、僕卒業ないですからね。そうですよね。なので、うん、こっち側のカード捨ててください。捨てもらいましょう。はい、妻さんが捨てられました。占い師ですね。はい、うん、でも捨てさせられたカードは効果を発動しない、はい、自分の意思で出したものだけですね。はい、よっ。では操作。操作。おー、出たー。早い。兵士の操作、これは指名した相手の持っているカードの番号を当てたら、はい、当てられた人がその場で脱落と。自分に自殺の可能性がある。まず誰を狙うかですけど、でも情報が出てるのが、はい、伊沢さん5を出したってこと。そうですね。大きい数字を置いておくと、まあ、最後に勝てるんで、はい、5より大きいんだと思うんですよ、5出してるから。そうですよね。90は1枚しかなくて、うん、はい、他全部2枚あるんで6、7、8だな。あー、なるほど。確率論的には確率論、はい、そっからじゃあ、ずっぽでいこう。8番。違います。あー、危ねえ危ねえ。外した。こんだけ説明して外すとだいぶ恥ずかしい。だいぶ恥ずかしいです。クラさん、好きなカードが持ってますからね。ほー、どうしようかな。迷ってるっていうの情報ですからね。そう、迷ってるふりしてるかもしれないですね、うん、出せないカードがある場合もありますからね。確かに10番は出せないんです。そう、守り通さなきゃいけない10番だけを。僕は少年。おお、はい、少年はまあ2枚含まれてるんですが、そのうち1枚目は特に効果なしですね。はい、私2枚目の時だけは、9番の皇帝が持っている効果処理と同じ効果で非常に強くなるんですけど、はい、まあ、今回は1枚目は捨てに行きました。いきます、はい、乙女。おー、なるほど。守護により、はい、次のターンが回ってくるまで僕は他の人の効果を受けません、うん、はい、これ強いね。そう、これ強いですね。4人対戦だと特に使いたいな。7番。あ、なるほど。賢者です。はい、これは次のターンに3枚引いてその中から1枚を選び、残り2枚山札に戻す、うん、つまり結構ドローが楽になるというカードですね。好きなカードを選べる。はい、よ。次のターンで伊沢さんがでかいの引いて何かが起きそうだから、うん、守ってきます。なるほど。守り強いっすね。守り強いです。クラ、うん、さんの行動権も制限されます、ね、確かに。で、山札がね、あと4枚なんです、うんうん、結構減り早いですから、ね、減り早いですね。だからこのままいったら僕が引いて終わる、うん、けど、死神だとか公開処刑が使われたら僕のターン回ってこない。おー、おー、ここでこっちを切るということは
そっちのカード取っておきたかったカード。ってことはこれ8、9、10じゃない。そうですね、結構ビッグカード残してラストの勝負に備えてる可能性がありますね。ですね。どうにかしたいなぁ。ですね。そう、どうにかしたい、これは。どうにかしたい。と、いきます。はい。死神、ふくら。おぉ、取っておきたかったカードを。確かに。ふくらさんが好きと言っていたカードはまだ手札にありますか？ないです。おぉ。では、その2枚のうち、今好きなのはどっちですか？こっちかな。じゃあ今度は信じてこっちを捨てさせてもらう。あーこれはどうやら外れた。これは外れたっぽいな。くそ、知らないし呆れたに残してるべきカードじゃないですからまあこっちが捨ててくれたってのは僕的にはラッキー。確かに自分にはちょっくらさんに食らわせてるのに両方占い師今ずっと占い師が好きっていう設定でやってるじゃあ次は、はい、僕なんですが、はい、3枚があるので3枚と言います。で、あ、じゃあもう山札の全てだ。はい、でも最後横札は天聖札なので、はい、見られない。完全には分かんないですね。そうなんですよ、道が1個あるんですよ。うん、じゃあ右の隣をお願いします。キャッシュルというか2枚あ、全部見えた中から選択してるんだから、うん、相当有利。うん、今守られたのは僕だけですかそっか、はい、ではおお、2枚目の少年。これは一生懸命の効果があります。これは最後の満点を回ってきそうな福田さんを指名します。はい、1枚引いて両方オープンした状態で1枚を捨てる。はい、はい、あ、やるしかない。やるしかない。ああ、そこに2番。そして持ってたのは、うわそこにいたか。でかいのいた。皇帝を隠してたんだ。危ねえ。だからもし10がここだったらもう勝ちかなぐらいに思ってたんですけどね。文字9捨ててください。はい、これはきつい。今一気に転落しましたねですね。いや、そう、やっぱり情報が多くばらされてる人間は狙われやすいですね。確かに、情報隠すのも大事。さあ最後さあ、これラストターンです。なるほど。これで中田さんのカード1枚使ってオープンという形になりますね。うん、これは私に選択肢がない。出しておきます。おお。そしてその貴族のカードは、出したら指名した相手とこっそりカードを見せ合って、その時の数字が少ない方が、その場で脱落と、うん、決着をつけるという、ね、そうですね、カードになります。はい、まあでもね、僕が小さい数字持っているのは、ね、もう分かってますので、はい、儀式的に行います。が、負けましたね、はい、さあ、はい、ヤンがなくなりました、はい、残り3人いるので3人の札を上げて大きい人が勝ちですね。はい、はい、ではせーのでいきましょうか、はい、せーの、バン。あ、かわいい。あぶない。沢さん、よかった。守り抜きましたね。守り抜きました。最初に5と10だったので。なるほど。もうあとは守ると。はい、この10っていうのは数字大きいんだけど、うん、使えないと。持ってても使えないっていうことなので、はい、ただひたすら守ってなきゃいけなくて、2枚やって10じゃない方を使い続けてたんだ。そうなんです。なるほど。そうなら、ちょっとも疑われますね。うん、その素振りがなかった、なかった、はい、他の人に焦点がずっといってたので、うん、このまま黙っとこう。このね、皇帝にね、疑いがかけられすぎて。いや、そうでしたね。いいね。そうだ、先行だったね。そう、いきますよ。はい、はい、序盤に変な争いに巻き込まれたくないので、そうですね。ほう、初手乙女は普通にあり得るから。ありますね、うん、僕は初手現状。最初に出しやすいカードかな、うん、出した2人で残りの皆が推測できるのが面白いですね、うん、2人にちょっと今想像つかないですね、うん、情がない、うん、まだまだ静かだったじゃん。結構定石ですからね。そうですね、これ辺は先に切るなんか悩んでる悩む方。そうです ね、悩みがちなんでしょ。あ、そうそうそう、うん、どういうのどういうごまかし方なの。緊張感。占い師。おー、占い師です、はい、ガードされてます。ガードされてます。ガードされてます。どっちかです。まあ、でも中田さんは次、ね、自由に選択するはずなので、はい、事前見ておいた方が、前日が読みやすいでしょう。なるほど。では。情報が増えるから余裕に行かないって言ったら、何って言われるんですけど、そんな中で、こういう時間をやる。まあ、僕ね、占い師好きですから。はい。ついに占い師をちゃんと打てない。捨てさせる目を打つ。本当だ。
川上さんさっきあんまり情報が出てこなかったんですよ。そうですね、このターンで掴みたいな、うん、色のあるカード出してほしい、うんうん、そうね、やっぱプレイの癖出るからね。そう、うん、お正面のおおおないのできたないですね茶色茶色おお、はい、杉さん。杉さん。私は検定発動です。はい。三枚引かせてもらいます。結構いろんな人が今情報を持ってる展開ですね。場では何も起こってないけど、この後嵐が吹きそうな。では、じゃあ、これは発射するお願いします。はい、ね、同じ数字が2枚ずつしかないっていうのがね、重要ですからね。7は多くない。そうですね。で、9と10だけで1枚です。うん、中盤で賢者使うと山札に何あるか見られるのすごい。うん。未来予測がもう。薬でしょう、ね賢者。うん。ミリとテチで賢者。宮沢賢治ね。ええ。おお、さすが。好きなんですよ。ええー。もう、その方に。もう、泣いちゃうんですよね。さあ、それでは、ガツンと色かな。ドン。おお、動き出した。動かします。公開射程ですね。はい。データ的に言うと、7を出してる方が、手元に大きいかと思ってる可能性でかいのかなと思って、伊沢さん。はい。公開処刑させていただきます。公開処刑は、相手に1枚捨てさせられる上に、自分の情報も開示されるので、とっても不利なんですが、こんな感じです。あんまり大きい数字持ってなかったんだ。なるほど、分かりました。では5、はい、その上で乱れた上で2ターンあります。そうなんです、僕は兵士を待っておりますこの後僕はとっても無防備ですね、はい、支援してこの3番ができる、はい、うまいな。記憶力も大事ですからね、僕が何を持ってるかをスルッと忘れていただくというのも大事絶対覚えてあるんですよね、まあ、ありますよね、たまにめっちゃ焦るあ、見る誰よ。本当占い師なんですよ。こっちは分かってますか。僕か。まあじゃあ沢村を見とこう。どういうリアクションでヒント。そんな話ですから。これで伊沢さんの位置の目が止まらず。おお、どうだ。あ、早いね。おお、それも止まった。それもそれでだね。戦力が見えてるから。はい。つまりもちろん僕の負けです。はい。いやー。これでいいな、つらく。これで3人でゲームがここで。そうです。本当だ。うん、なんだ、兵士以外にもね、貴族で狙い撃たれる可能性があるんですよ。普通ね、貴族使った時めっちゃ強い自信あるのかなってなるけど、うん、それは全然5の可能性。そう、大体8、9、10じゃないと6って出すの怖いね。そうですね。普通にガチンコで競り負ける可能性がありますからね。では、さらに9展開だ。おお、いくぞー。この兵士は強いな。これは情報で言うと3、4がなくて7もない、はい、9もない、あ、そうですね、3、4、7、9がない。となると1、2、5、6、8、10と1、2、5、6、8、10。そして僕はここでカードを持っている。そうですね、1個情報が多い状態ですね。8の可能性が高いわけですよね。まあ、数的に7分の2は8ですからね、うん、ご指名します。その上で8番の精霊ですね。精霊違います。おー、ここで8番やったやった、結構可能性ある精霊でしたからね。いやー、くそー、面白い勝負だと抜けてるのがめっちゃこう、うぅー参加してる。はい、でね、僕は順番が回ってこないんですね。こうか、あー、ここでこうか。僕は中田さんと、もう占い占いかのこうかな。あ、次は嵐が、必ず嵐が吹く。福良は交換して、中田さんにカード渡して、中田さんのカードはそのとおり。皆さん最初強いカード持ってたと思うんで、いや、ください、それ。おお、交換の交換だ、横取りの横取り。そうですね、しかも、横取りして、でも、さあ、中田さんは、ここを知ってるんですね。これラストターン。そうですね、はい。プラスのカードこいつ次第。こいつ次第。プ
これすごいな。あー、そうか。なんだ、よしだったら2枚目の少年ですが、引く札がないので公開処刑を発動しません。そうだ、そうか。なのでこの時点でタイムアップ。おお、オープンです。あー、いやー、綺麗に浮いとった。これでね、僕1位じゃなくてこれがこの2だったらもう勝ってた。そうだね、分かるから。最強が僕なんで、そうですね、僕はそれにかけてたけど、うわ、最後運命が、運命だけがなかった。もうテストプレイしてたら使いづらいよねっていう結論で落ち着いて、朝の段階にどう使うか分かってなかったんですよ。そうなんですね、はい、これだと。はい、もう精霊はね、ラストターンで急に輝き出す。そう、いや、これだって10が天聖札で眠ってる可能性あって、はい、そしたら8が最強なんですよ。確かに。だから使わず持っとくっていう選択肢もあって、そう、その中でまず僕が勇気を出して8を使って、さらにそれを勇気を出して8を使って冒険しましたね。冒険者ばかりの勝負。しかも中田さんが最後2を引いてたら、そのページで刺せてたから、刺せてたんですよ。誰ちゃんと転生札もあったから、うん、で10を刺して1に転生させる。そう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 。で、6、5、1 6、5、1で勝ってた。実はね、あの先行は非常に有利なんです。そうですね、一旦多いので、僕はそれゆえに狙われてもしまったんですね。うん、有利だなと思われるとやっぱり、そうだね、攻撃はされるから。最終勝負になった時はやっぱドロー数は多い方が有利だけど、それまでについでちゃう可能性があるから。そうですね。はい、では、お、あ、はい、それはね、お、恨みるし、投資だれちゃん、そう、福田さん、はい、占い師、占い師絡み多い。もう本望だね、占いされてね。そんないいカードに占われるなんて。どういうことですか。ちょっと情報がない、あんとこ情報ない。じゃあ、トリッキーに。うわー、温存しない。はい、で、情報分けの場合はカードが交換できるので、川村さん、公開処刑します。おー、そうかそうかそうか、そうなるのか。はい、どうぞ。おー、なるほど。この段階が1ですからね。すべての段階がちっちゃいから、やっときたかったんですよ。これは強い。面白いな、これ。さあ、どうぞ。急展開で、頑張れちゃう。そう、頑張れ。占い師を持ったら、頑張れ。ゲーシクを頂く。全員がね、もう1、3、9がないというか、もうそうですね、今日優勝。ここでズドン。おお、誰ここなんですよね。ポイントはもちろん刺すことはできます、うん、ただこれもすぐ被害。なるほど、これを出してるっていうことで、もしかしてちょっとやったんじゃないかって。なるほどね、確かにこっちを殺すのは簡単だけど、持ってるのは3。そう、そんなに怖くはない。ジャイアントキリングできるかもしれない。確かに確かに。これはでもプレイ分かれますね。安定策いくのか、確実に一人殺しておくのか、うん、それとも、いや、しかしもし本当に10だとしたら、ここからまだまだ生き残るのは大変でしょうか。今、冒険する確実に行きます。うらめし、お見事。いやそうですね、そう、この選択やっぱ性格が出ますよね。ですね。これね、1人減ると、はい、4人勝負が3人勝負になるっていうことに加えて、ドローがね、一旦増えたりしますから、ね、そうですね、意外と大きいんですよね。そうそう、ってくる。たくさんバレてる人は狙われるので、情報を出さないっていうのはとっても大事です。さっきの中田さんのを聞いて、俺は結構伊沢が怪しく見えてきた。なるほど。次は死神を伊沢が引きましょう。なるほど、これも面白い。これはやられた。2分の1の確率ででかいカード奪われるな。どっちがいいですか。どっちも英雄であります。今のね、動揺してないな。英雄を持ってなかったら、え、なんで持ってる前提ってなると思うんだけど、うん、サッと答えたから、うん、英雄を持っている。おお、長い付き合いですから、いろいろ分かるでしょ。はい、決めました。こっちのカードを見てたのはきっとの意識だろうから、こっちを次ください。おお、なるほど。8だったから9出したっていう可能性ありますね、うん、9を開けたくない、8を使っちゃう。確かに、そうですね、うん、いきます。
カメですね、うん、9、8、7になりましたけど賢者で次3枚す。なるほど、ちょっとまだ攻撃球ではいくつか残ってそうですね。けど僕も賢者あーおー、うん、じゃあまだ銃を持っている。おお行かせるねー、緩めませんね攻撃の銃は。どっちが銃ですか。どっちも銃じゃないですね。同じ返し方ね、やりだ。フェイク賢者があるので3枚次は手元は中田さんの中田さん、中田さん次の中田さんの祝福まで見られている。そう、そこまでデザインできる。確かに、シャフレーになるほど。じゃあもう実質今いながら支配して支配していきます。はい、三振に来た。おお、誰を刺す。1がない、2が1枚、3がない、4が1枚、5がない、6が2枚、7がない、8が1枚、9がない、10が1枚。中田さん、お僕はもうズバリ言ってます、はい、8をお持ちですか。あー、すごい。最後の希望が8取ってたんですね、ここまで、そうなんです。はい、それが回ってくる。でもこれは見られてるんだ。その通り。そうなんだ。福山さんは見られる。いけないでしょう。刺せないでしょう。あんなに刺したかったの。もしくはこれが寝てるのか。という可能性もありますね。一枚見えないのが面白いね、やっぱこれ。そういうことか。まあ、じゃあ終わらせましょうか。はい。集合してゲームエンド。はい。オープン。オープン。やっぱりー。はい。いやあ、すごい。ありがとう。ありがとう。よし、7で2枚引きの時に40で眠ってたんで、あ、最後だ。はい、これがこうなってたんで、カッ、あ、こうなってたから、もうあとはこれ引いて8だけがもう怖い歌なので、で、中田さんにしか回らないから次8があればそこで刺せばいいしっていう。そう、なるほど。もうあの一手しかない。そうだから、もう迷わず僕で8で刺した。それでも答えが来るな、来るなと思った頼む。なんで死ぬべきではなかったいや、ほんとそう。はい、ということで、結果は0点、1点、2点、0点ということで、いただきます。ありがとうございます。よっしゃ。いや、いろんなこう要素が絡み、まあ、運命にもね、ちょっと愛されたよね。運と戦略とどっちも重要なゲームだから。そうですね。しきれなかったな。いや、最後危なかった。もう本当に小型なんかクッタに楽しかったです。皆さんできて本当楽しかったです。いや、こちらこそ楽しかったです。ヒリヒリしましたね。もう皆さん分かっていらっしゃったんで、はい、めちゃくちゃ戦略がきっちり立てられてて。そうですね、みんなそうでしたね。そうですよね。結構初心者の方とやるときも説明しながら全然楽しめるんですけど、そうですね、全員クロードでやるともうこんだけ盛り上がるという。そうですね、ギュッてなりましたね。そう、だからぜひ覚えて皆さんにやっていただきたい。そうですね、一回いろんな動画見たり実際にやってみまして、はい、その熟知した状態でもう一回見直してもらうとかなりうまみの違う動画になったかもしれない、はい、ということで、はい、今日は中田さんと一緒にはいゼロやってまいりました。はい、今回4人場やりましたけど、うん、中田さんのチャンネルではですね、僕と中田さんの2人対戦の動画が、バッチバチのやつがね、もう完全映画です。本当に長編ストーリーができてるんで、ザ・ムービーです。ザ・ムービーですよ。これは見てほしいですね。面白かった。ということで、チャンネル登録、高評価、ツイッターもお願いします。よろしく、さよなら。さよなら。ゼロもよろしく。概要欄にあります。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。